こんばんゾンビ、ザッスです。ゾンビです。いつも動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。キャメルチャンネルは、日常に潜む、面白いもの、ことをテーマに、動画を作っていこうと思います。今まで、いろんなジャンルを取り上げてきたけど、テーマを絞ってみようって、考えたんだ。これからは、笑える楽しい動画を中心に、お届けしようと思うから、よろしくね。ということで、本日のテーマ、いってみよう。面白語彙のトップ、看板。それじゃ、早速スタート。ホットプレートの画力調節つまみの補足。一見すると、特に何の変哲もないつまみに見えるけど。ここに注目。お、ポツ。ポツじゃなくて、ポツになってる。アマゾンの説明書も、ポップになってるみたいだよ。本当だ、実は今まで、ポスだと思ってたのは、間違いで、ポップが正しかったのか？混乱してきたよ。ラーメン屋の券売機の補足注意書き。お釣り不足なので、なるべく、金貨でお願いします。金貨？いや、つらい金貨持ち歩けてる人いるの？金貨持ってる人、何億なんやね。本当は、効果って言いたかったのかな？型と金って、何部位が違うぞ。トンデに貼ってあった禁煙、禁止の補足注意書き。トンデでの禁煙、禁止、現金。トンデで吐け、タバコは舐めろってる注意書きかと思いきや、禁煙と禁止エネルギーって添えてんのか。このトイレでは、酒飲んでタバコ吸いながら、用を出さないといけないようだ。飲食店の、何さんにあります。の補足看板、おえす、牛カツ、とんかつ、カキフライ、ライスあります。人間 OK。ライス、妻ってことなの？ここのお店の妻を匠に差し出すのか？それとも、飲食店に見せかけて、そういう系のお店だったり？これ以上は言うな。赤バンされちまうぞ。夜通しの穴埋め問題の、ためごな補足。夜通し活用法、空欄を、埋めなよ。埋めなよって、友達に言われてるみたい。よく、テストの問題文って、書きなさいとか、答えろとか、なんか、年齢くそうで偉そうなのあるよな。俺それ見てイラッとしてたんだが、埋めなよなら、許せたんだ。ハローワークになった、技術エンジニア募集の、ひどい求人。仕事の内容など、職種、無能技術エンジニア。無能ってことは、全くの未経験でも OK ってこと？俺も応募してみようかな。志望動機、無能だからです。って言ったら、一発でアウトだろ。ふたまのドリンクカップに書かれた、ボイメッセージ。ありがとうございます。パッと見、全然違和感ないな。言われなきゃ気づかないかも。こういうボイなら許せるな。スタッフさん、笑わせてくれてありがとう。ってなるぞ。パンプキンスープの鍋に置いてあった補足手紙。パンプキンスープ。惜しい、すごく惜しいぞ。なんか、こういう間違いってからに。スーパーで売っていたトマトの、ひどい補足。温熱なピザのアクセントに、愛知県産、マイクロソフト。マイクロトマトって書きたかったんだよね、本当は。マイクロって売って、予想変換で出てきたとか？7イオンモーターの発音が良い。補足ですが、ピアゴのおすすめ、朝、7イオンラーター。ラーターって、ネイティブな発音だね。言葉自体は間違ってないんだけど、ネイティブな発音で書くと、すごく違和感あるな。天気鉄道の、くぐり抜けて危険、の補足看板。くぐるな危ない。くぐるなって書きたかったんだよね。なぜ、くぐるにしちゃった。これ作った人。Google の鳴らし者だった説。シャインマスカットの補足ですが、シャインマスカット、山梨県産。眩しい、光り輝いてるぞ、このマスカット。山梨県産で生産されるマスカットは、光ります。学園祭のために制作していた、プレートの補足。あなたの天気の音源が、サランドに。音源をサランドにするなんて。すげえ高度な錬金術を使えるのか。錬金術が使える生徒がいる学校の学園祭。行ってみたい。
スーパー特急売り場の生すじこの五色ポップ生節子、おうちで美味しいイクラを作ろう。それ、すじこやなに、節子や。すじこと節子、まあ、気に似てるからね。スナックがつんなきから揚げの五色ですが、つんなから揚げ逆だよ、逆。大豆で作った罪のない唐揚げをコンセプトにした商品なのに、ポップに指定されててかわいそう。メニュー服特番の面白い補足ですが、エクスパイリングスコーナー、秋の来ないシンプルなデザイン。秋の来ない漢字の変換ミスだね。この服を着た人は四季が春夏するの3つになるみたいです。秋が嫌いな人はこれ買った方がいいよ。天井からの水漏れ注意の五色貼り紙。天井からの水漏れにご注意ください。点を一つつけるだけで言葉の意味が全然違うものになってしまうな。水漏れするほど通学の天井食える店かな。立てこもり現場で犬が農民を撃つという珍事件。犬が飼い犬に向けて農民を撃ったとこの部屋の女性から110番通報。犬が飼い犬に向けて器用な犬を撃つもんだね。読んだ？おいが器用な犬だよ。いや、読んでない読んでない。そんなおもちゃしまってきなさい。タンの飲食店で新ドリンクメニューの面白い補足。アイスマットハニーレモン。うん、抹茶がマッチョになってる。一文字違うだけで全然違う言葉になるな。これ作った人にこの語彙の意味教えてあげたい。ポッチョの面白い補足ですが、ポッチョ鬼滅シール付き。ポッチョなんか可愛い。太陽インターのハスカップゼリーの面白い補足ですが、北海道東北フェア森本太陽ヨーパンのハスカップゼリー。これも一文字違うと全然違う言葉になるやつ。ポップにしちゃいけないやつになってる。これ作った人そうなんで、じゃあ大なこと考えてたんやね。燃えるゴミ専用の面白い補足。燃えるゴミ専用。ゴミに燃える人っているのか。俺らが知らないだけでゴミ燃えっていうジャンルがあるのかもしれない。燃え燃えキュン。ポテロングの面白い補足と、ポテロングカラークリームオン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 。発音がおかしいゾンデーの補足ですが、お買い得品スゾンデーゾン。変なところに出産区がある。発音するとすごく力がこもった数になるね。パンテーンを下着と間違える五色ポップ。 B&B パンティー隠し。パンテーンパンテね。もう読めばパンティーになるんだよ。むっつりな人がポップ作ったんじゃないか説。二度も間違えるコインランドリーの五色貼り紙。コインランドリーコインランドリー。鼻詰まった時に発音したみたい。ポップ作った人彼氏いてたのかな。赤ちゃんのお誕生日カードに書いた間違った体重。身長 72.2cm 体重 8960kg。 化け物赤ちゃんあららぬ。コロナ蔓延でマスク着用を促す補足の多すぎる注意書き。変異種コロナが満喫しております。店内でのマスクの着用をお願いいたします。満喫じゃなくて万年ね。店主さん慌ててたのかな。コロコロのやつ遠慮にしてやがるのか。オープントラベル説明会の駐車場の五色看板。オープントラベル事業地域説明会臨時駐車場。確かにトラブルが多い対策だったよな。GoTo トラベルのお店で使えるクーポンあったさん。あれ使われるとさ、処理がすごく面倒だったんだよな。いらん仕事増やしやがってって感じだったよ。かっこ店員目線。一般人が時々誤解するというバーミヤンの理解不能ツイート。一般人の方が時々誤解しておられること。パクバーミヤンまずバーミヤン何とぞよろしくお願いします。どっちも同じ。本当は
こう伝えたかったみたいよ。間違えました。大変失礼しました。ダーマン、なんと恥ずかしい間違いを。どんなん？中国の猫のおトイレのおかしな日本語語彙。完全隠蔽、本当に臭い。ははははは、臭いところに取り込められてる猫。かわいそうすぎる。この文字、猫が言ってるセリフだったら、面白いな。テルミンです。テンテンです。なんか、珍しいもの売ってたから、買ってみたぜ。うまー、ウニや焼きそば、の缶詰だ。焼きそばの缶詰？初めて見たのだ。どこで買ったの？静岡県の十国峠だ。ちなみに、猫用の、こんなおやつも売ってたぞ。猫用だけど、犬も OK だって。食べたーい。すまんが、買ってこなかったぜ。焼きそば一緒に食おうぜ。コシのあるもちもち蒸し麺、肉かす、だし小指、だって。開けてみよう。中身は、麺が固まって一体化してる。箸でほぐさなきゃね。ほぐしたら、短い麺が入ってる。肉も少しあったよ。キャベツとかの野菜は、入ってないのだ。食ってみよう。だしこの味が効いてるけど、なんか食感が微妙だな。麺が、もちもちというより、めちゃめちゃしてるのだ。でも、何口か食ってるうちに、だんだん美味しく感じてきたぞ。そのまま食べるより、チンして温めた方が、もっと美味しかったのかもしれないのだ。これ、一貫で、600円だったから、正直リピはしないが。600円出すなら、普通にうまい焼きそば食った方がいいぜ。同感なのだ。でも、焼きそばを缶に詰めるっていう発想が、面白いのだ。また、気になるものがあったら、紹介していくから、お楽しみにな。ジャメルチャンネル、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイゾンビ。